ヘゲラボです。今日は禁じ手ヒポデューム芝の女王の玉串電子フローラムの植え替えをやってみたいと思います。パキポディウムの夏型の植物っていうのは基本的にある程度温度が安定してからということになりますんで、5月とか4月になるんだと思いますが、福井県の場合は寒さの戻りとかがあってよくわかんないですよね、正直。で、大体植え替えの時期を気を逸してしまってさっぱりわからないまま、そのまま何年も植え替えないということになります。で、この芝の女王の玉串なんですけども、これ大体この3年間ラボがオープンした時に買って天井に買ってですよ、そのまま植え替えてないんで3年間丸々植え替えてなくて、こんな元気なんですよね。で、とはいうもののいつかは植え替えなきゃいけないということで、今回植え替えてみたいと思います。それから用意するもの、芝の女王の玉串電子フローラム、全くなんでこんな名前がついたのかさっぱりわかりませんが、芝の女王の玉串ですよ。誰がつけたのか教えてほしいですね、この和名で。鉢、これ僕よくわかんなくて、パキポディウムあんまりよく詳しくないんで、排水のいい状態ということでダウン鉢を使います。用土、まあ結構強い植物だとは思うんですけど、未生苗なんで国産の赤玉土3、鹿沼土3、市販の培養土3、バーミキューライト1ということで配合してあります。こんな感じの流浄土をベースにした土になります。で、鉢底に赤玉土の対流を、で、古いラベルがこんな感じで、もう芝の女王の玉串、読めますか皆さん、なんでこんなお部屋なのか、もういつついたのかも分かんない。で、新しいラベルが今植え替えの日常を記録して大きいラベルにしました。で、やってみましょう。ダウン鉢には鉢底網と鉢掛けで動かないように、網が動かないようにして用土、この赤玉土の対流を入れます。鉢底の3分の1ぐらい入れとけば、まあだいたい排水は確保できると思います。で、培養土を少し入れます。はい、だいたい半分のぐらい植わりました、土が入りました。で、これなんですよ、立派なんですけど、初めてできます。じゃじゃーん、おお素晴らしい。で、新根がかなり出てますんで、この新根を傷めないように鉢増しする感じにしたいと思います。鉢の周りに入れます。隙間に土が落ちるように鉢の周りを叩きます。新しいラベルを立てます。完成です。パキポディウム植え替えました。これをこれから1週間ぐらいは半日陰で置いて根が活着するまで大事に管理してあげてください。用土が湿っているので、その水分が枯れてきたら普通に水やりをしていただいて結構です。寒さがそこまでやってくるので、寒さが来るまでに十分根を張らせてあげてください。では、またねー。